こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今回まず最初は今週末に行われるインディープロボディビル、ブレッシングアワディブ、彼がプロデビューを飾るこのインディープロなんですが、ブレッシングがついにね、前からの足を見せました。大会直前についに見せました。ものすごく絞れている、コンディションに関してはもう文句なしでしょう。問題ないと思います。この最近の背中のアップロード見ていても、この立体感というか目みたいなこの背中、本当に早く見たい。プロデビューが本当に楽しみです。前から見たこの足、皆さんはどう思いますか？個人的にだから最初にも言ったけど、コンディションは文句なしだと思います。太さに関しては上半身に比べたらやっぱり細いとは思います。細いとは思いますが、プロになった時よりははるかにでかくなっているとは思うし、弱点、細いと言われていたところよりは、へそ添えよりは太かったかなって思います。ただ、ニックウォーカーもね、結局やっぱり上半身がでかすぎるから余計にっていうのもあるけど、細くは見えるけど、弱点ではあるとは思います。あとは後ろから見た時の、足とカーフ、この辺がどうかっていうところだとは思いますが、ブレッシング優勝候補の一人だとは思います。プロデビューで優勝すればかなり注目をまた浴びるでしょう。ハンターラブラダ以上に浴びるかもしれません。ただこのインディープロには他にも強い選手がね、いっぱい出てきます。一人はジャスティン・ロドリゲス、彼もインディープロ出てきます。これは急遽発表したことだと思うんですが、ニューヨークプロにだけ出ると思ってたジャスティン・ロドリゲスは自身のね、声で俺はインディープロにも出るぞと言いました。でもそのジャスティン・ロドリゲスはコンディションはね、最近アップロードしていなくてわからない、服着た状態でしかわからないんですが、彼のバックラウンドスプレッドはもう一級品だし、バランスって意味では非常にいいと思う。ウエストからのアウトラインっていうのも非常に綺麗、美しいと思うから、今の姿が見れないから本当にコメントのしようがないんだけど、楽しみです。であとはモーガン・アステ、モーガン・アステに関しては上半身脱いだ状態っていうのは見えてないけど、このタンクトップ越しからも分かる迫力とコンディション、アーノルド・クラシック・オハイオの時はものすごいバチバチのコンディションでプロデビューをしました。今回モーガン・アステはもちろん優勝候補だし、もう有名人です。みんなが注目してます。身長一番高いと思います。ニューマスモンスターだよね、モーガン・アステがどうやって立ち回るか、これも楽しみだし、そして個人的に注目しているショーン・スミス、彼もまたもうマスモンスターの仲間入りって言ってもいいと思います。本当にミュータントみたいな筋肉の形をしているし、この足っていうのは凄まじい。横から見た時のサイドチェストのこの足に勝てる選手はインディープロにはいないと思う。あとは当日バチッとコンディションを持ってこれるかっていうのと、弱点の一つでもあるポージング、これがどれぐらい改善されているか、あとは、ダブルバイセプスした時の背中の広さっていうのが前から見ても後ろから見てもちょっと狭く見えてしまうので、それが昨年からどこまで進化しているか、他の選手を並んだ時にどう見えるか、もうインディープロはペーパービュー買うしかないですね。そしてインディープロで言うとさ、ボディビル212にジョン・ジュエット出るんですけど、ジョン・ジュエットの仕上がりが本当に半端ないです。これはオープン、ボディビル212両方合わせた中で一番だと思います。本当に皮一枚、もう絞れるところまで絞ったなって思います。コンディションに関してはダントツだと思う。あとは他に出る選手でサイズと比べた時に、コンディションは、ジョン・ジュエットほどじゃないけど、サイズとか筋肉の丸みがあるからこっちってなるかならないか、そこだと思います。ただ本当に今年のオリンピアを決める、優勝するっていうところまでは本当にもうすぐそこだと思いますんで、ジョン・ジュエットのボディビル212も楽しみでございます。そんな中、5月22は日本でね、プロクオリファイ行われるじゃないですか。山岸さんの大会ですね。ちょっと最近心配しているのは、緊急事態宣言が5月末までになったから無観客になるんじゃないかなって心配をしております。無観客になったらもちろんステージ上では見れないから、チケットは返金されるけど大会に行けない、生でステージが見れない、スマホで映像が撮れない、 YouTube にそれが上げられない、もういろんな悲しいことが起きるから、なんとか観客は入れてほしい。なんかニュース見たら人数はちょっと緩和するみたいなこと言ってたから、もしかしたら席数をね、減らして見れる可能性はあると思うんだけど、でもですね、私はちょっとまたね、入れるルートがございまして、それにちょっとかけてますっていうね、そんなことは置いておいて、エドワード加藤さんが最近背中と、服を着た状態で残り17日間というアップデートをしておりました。背中をね、ファルークさんと見比べたいんだけど、筋肉量、サイズっていう意味ではもう誰がどう見てもファルークさんだと思います。エディさんの方が筋肉量があるっていうことはないと思います。なのでエディさんに関しては本当にコンディションとバランスもここだと思います。あとはもうメンズフィジークって見た時のサイズ感、
だと思います。ハルークさんに関しては、まあ、クラシックっぽいっちゃクラシックっぽい、足もパツパツだし、腕の丸みとか肩の丸みとか胸のボリューム感とか全体的な体の厚みとか、この辺はクラシックに出ててもおかしくないし、今クラシックっぽさはあるから、インスタライブでも答えたけど、まあ本当にエドワード加藤さんのコンディションバランスっていうのが評価されるのか、ファルークさんのサイズ感っていうのが評価されるのか、まあどっちだろうって話で、日本の最近のプロクオリファイとかジャッジを見ているとサイズっていうよりはバランスと絞り、これはもうボディービルだろうがクラシックだろうが、とりあえずプロになるためにまずはコンディションと全身のバランス、ここを整えておくのが大事です、サイズは別に今は大事じゃありませんみたいな感じをすごく受けたので、まあそういう意味ではエドワード加藤さんの方が日本のプロクオリファイの中ではすごく評価を受ける体なのかもしれません。だこの背中を見る限り、まあ、サイズかコンディションかって本当そういう話なんだけど、エドワード加藤さんの背中に関しては立体感と広さ、ここは凄まじいな。脊柱のうねうねもそうだし、もう肩のねリアとかのもうこの絞れてるからこそ見えるこの感じね、本当にコンディションは最近の大会の中だと一番じゃないですかね。でかつサイズもしっかりあって本当に楽しみです。もう何度も言いますが、肩ばっかり目がいっていたところに腕がしっかりついてきて、まあ、胸もね絞れてきてるからか知らないけど、なんかオフの時よりでかく見えるし、で腹筋という弱点も改善はされてきている。ファルークさんと見比べたらファルークさんの方が腹筋は綺麗だと思いますし、立体感あるとは思います。で腕の太さもファルークさんの方があると思うけど、この肩と腕のバランスとか肩幅からウエストのラインとか背中の立体感で、背中のまたこの逆三角形の感じっていうのはエドワード加藤さんの方がステージ映えもするし綺麗に見えるかもしれない。本当にもう最後の最後まで分かりませんが、まあ、オーバーオールに並ぶのはもう確定でしょう。本当に楽しみでございますが、皆さんはね本当どっちだと思いますか。もうサイズかバランスコンディションの戦いだと思います。もうファルークさんが過去一に絞りきれば分かんない、それでもエドワードさんがもし勝つのであれば、日本のプロクオリファイメンズフィジークの中では少なくともサイズではなくてもバランスとコンディション、逆三角形でウエストが細くて腹筋がしっかりと割れていて、腹斜筋までしっかりと線が入っていて、もうつきすぎな部位がない、でポージングが美しい、ステージ映えする、笑顔が素敵とかね、サーフパンツが似合ってるとか、そういったところなのかなと思います。まあプロになってからサイズをつければいいって話もあるからね。ただまあ個人的にはすぐプロ即戦力ニックウォーカーみたいな存在がやっぱり欲しい。2年3年かけてプロでデビューしてなんか勝つっていうよりは、やっぱすぐプロでデビューして勝つ方が面白いしかっこいいじゃないですか。だからファルークさんみたいなプロですぐ通用しそうなサイズを持っている人の方が個人的には好きなんだけど、でまあどちらもね非常に楽しみです。本当にだから観客入れてほしい、行かせてください。もう見たい、生で見たい。ペーパービューだったらまあそれはそれで買うけど、生で見たいですし、拍手したいですし、握手したい。ということで、少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。またインスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。